名を馳せるゲームクリエイターになる。自分の体をいじめ抜いて体を一回り大きくする肉体改造。まあもう書いてる通りなんですけど、もう俺もまあ似てるんですけど、もうめちゃくちゃ体でかくして、もうこのスーツをもうムチムチ、もうムチムチになってもこのスーツもう着れないぐらいもう壊したいと思ってます。余裕のある大人になることです。いやもう最近海外に行けるようになってきた時代なんで、やっぱもっと今年は旅行したいっていうのもあるし、将来的に海外とかで仕事できたらなと思ってます。3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、目指せ300m 第9回パルカスウォーク20歳のチャレンジ、頑張るぞアベノベアも見送ってくれてます。いってらっしゃい。第9回ハルカスウォーク20歳のチャレンジ、頑張るぞー。ナイス掛け声です。いってらっしゃい。スタートです。はい、大人の階段登って頑張ってください。いってらっしゃい。アベノベアもいってらっしゃい。お見送り中です。前さ前行きすぎてさ、ここでご飯食べていいよ。あ、そう。お疲れ様です。頑張ってください。頑張って頑張ってるか。頑張って頑張って。大変でしたけど頑張ります。とやっぱこう振り袖で上がるっていうのでしんどさはやっぱりあったんですけど、そのみんなと一緒に登る楽しさとか達成感がすごいあって、登ってよかったなって思います。すごく達成感でいっぱいです。思ったより疲れました。20回ぐらいやったら余裕やと思ったんですけど、60回になるまでちょっときつかったですね。最後は疲れました。これからってどうと思います？これからもそうですし、まあ、登り終えてちょっと汗かいて男前になった自分がいるなと今思います。天王寺から世界へで、まあ、幼い頃から小学生の頃から天王寺で生まれ育ってきて、まあ、やっぱここから、まあ、天王寺からやっぱここから天王寺だけじゃなくて、まあ、ここから世界に羽ばたいていきたいなということで、まあ、この抱負を書きましたけど、登り切りましたね。爽快です。爽快です。いやもうずっともうダラダラ過ごしてたんで、年末年始もういい運動にもなったし、もう今日おいしいお酒飲みたいと思います。まあ屋上6からの景色めっちゃ綺麗でした。じゃあ楽しかったです。とてもなんか家の階段よりもとても高くて60階って想像できなくて、
登ったんですけど、めちゃくちゃ大変で辛かったです。そうですね、結構60回ってなかなか経験することできないんですけど、まあそういうの経験できてめっちゃ良かったなって、今達成感に満ち溢れてます。いっぱい稼いで有名になりたいって。ただどのようなどんなことして有名になりたい。そうですね、今はやっぱインターネット社会なんで、まあ、それ通じて有名になれたらいいかなって思ってます。千何段って登るのは初めてやったんですけど、あ、めっちゃしんどかって、こんな経験二度とないなって思ってます。達成感すごかったです。僕運動不足だったんで、ちょっと明日の筋肉痛が心配です。達成感がめっちゃ楽しかったです。最初はめっちゃ緊張してて登れるかなってめっちゃ不安だったんですけど、登り切れてよかったです。